さあ、2回目ですね。2回目ってか、この部屋パート2ですね。パート6です。モンスターじゃねえ、モンスタータウンってなんだよ。あのね、モンスタータウンって言いそうになった。モンテタウンですね。よし。さてと、赤コーラ引いちゃった。で、2人いなくなったんだよね。フェンドさんは相変わらずいる感じですね。このか、見た感じでは。よし、と、アイテムくだっせい！イエス！そんで、キノコ、ラムダッシュ来たから、ショートカットしましょう、ラムダッシュ。ムスカさんいなくなったおかげで、回線は良くなったかな。おい！くそ。バナナサイプ、うめえな。森俊さんでいいのかな、読み。間違えてなければいいけど。よし。さて、どうなるこの方が。ね。どう来るかですよ。おー、危ねえな。いやー、3月25日か、今日は。何があったんだっけな。あ、面接受けてきました。面接受けてきましてね。どうも自分って、こうやって実況してるときはね、テンション、高いんですけど、まあ、ガリ症なやつでしてね、自分。緊張しか収まらないんですよ、本当に。まあ、それでもね、喋れないわけじゃないんですよね。緊張してる中でも、喋ろう喋ろうって感じで頑張る感じなんで、どっちかといえば、質問とかに対して、口を出さないよりも、無理やり答えようとしちゃう悪い癖があるみたいですね。なんでね、まあ、人と話すのはめっちゃ好きなのにね、ほんと、上がり性なだけのために疑われてしまうっていうのが歯がゆいですね、どうしてもね。直したいんですけどね。直す方法が分かればいいんですけどね。ここで一回待機しての、スタート。あー、ダメか。でもサンダー振らないからいいや。こうして、ここで、キンキノか。いいか。サンダー振らないからいいや。あ、怖いよ、石井さん怖い、石井さん怖い、石井さん怖い。うっと、危ねえ、うわ。オッケー。いやー、混戦怖いわ。5位でも落ちるのかい。まあ、しょうがないな。はい、部屋間ですね。福ちゃんが合流してくれたようですね。誰だろう、どれだ、どれで合流してくれたのかな、わからん。どれで合流してくれたんだろう。同部屋やろって今来たんですけど、どれだ、金テレ使ってんの、ファンキー、それとも、わからんよ。わからん。今真剣に福ちゃん探してるところだけど見つからないですね。ごめんね、 T さん。顔文字に T。 おー、いいねいいね。あー、当たるのか。消えないんですよね、自分に対しての赤コーラって。なかなか、それだけ僕のこと好きなのか。そんなわけねえか。雲引きすぎだな。あれ引いたんだっけか。まあいいや。おいえ、映せてない。そして敵も映せてるけど、映せたけどね、実際。よし、前の人くんも、てかまた T さんかい、どんまい。ここでさんだ。やばい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 。ほんと平浜はあんまり得意とは言えないな。ザラ？この人？この人かな？なんかこれが福ちゃんっぽいな、気のせいかな。ちょっと、おかしい、おかしいよ。OK。いやー、かなりこうする。押さないで、押さないで、押さないで。OK、スター。ここでのスターは OK。ラッキーすぎる。ただ、キンキノの方が良かったかな。怖いけどね。キンキノだと危険性があるかな。よーし。とりあえず4位ですね。どれだろうな、福ちゃん。わからん。はい。サンサン砂漠。また運ゲーか。で、福ちゃん合流したと思ったら回線落ちしちゃったのね。だからいないわけだよ。
で、代わりにフレンドじゃないけどイリアさんが入ってくれましたね。よし、あー、止まろう。ここはみんなで止まるのかいって、そう、これでは進出できないだろう。じゃあこれやってる暇はない。あーし、危ねえ遊びにも程があるってパターンですよねくっそ吹いたここで雲引いて停止してるからそれにビビっちゃってるった感じかな。あそこ俺につけてくんじゃないかな、私につけてくんじゃないかなとかビビって、でも結局つけないくてまあそんな感じですね。あ、止まられちった。これは3打引いてないのね。違うか、うん、サンダー引いたのかと思ったら そうじゃないようだ。うん、俺が引いた。お待たせしました、サンダーさんの出番です。よし、だがまだ早いでしょ使うには。どうせね、ここ超運ゲーですからね、どんなに晴れてたってね結構追いついちゃうからな。だからといって定置サンダー使ってもどうせみんな回避してくるだろうから、あえて早めに使うっていうパターンですよ。よし、で、キンキノは割と最後までほじってるか、どうせ30秒ぐらいサンダー振りませんのでね。これパン来なければいいな。もうやべえ、これはやられたな、完全にやられた。無理、絶対踏まれる。どうやってあれ踏まれずかわせっていうのおうめえうめえでも遅かったな、ちょっと遅かったぞ今の、ちょっとうめえと思ったのにあー、くそー、もうちょっとサンダー早く振ってくれればな、残念。あ、また運ゲーガーデンですね、庭ですね。僕の庭って意味の庭ではありませんよ、こっちは桃庭って意味の庭です。儀式します。これ誰だ、ピロピクさんだ。ウェーイイエーイイエーイ、いつ行くの、今でしょう、はいナイスピロピクさんで、これでキラーだろ本当ここは遊んでるな、さっきのサンサバといい、パート6は遊び放題です。まあ遊んでなんぼですよ、ゲームですからゲームだからね、楽しんでなんぼです。何が引けって、またキラーかい、うわお出た、うわお、さてここでピロピクさんがどのタイミングです、ですよね、まあ、サンダー持ってたわな正直キラーここあんま使えないからいいや、真ん中の上のなんかデコボコの方でね、ジグザグに曲がられてしまって終わりがね、ワンワン前だったりすることが結構多いのでね、まあそういうこんな感じで、これが運悪いとワンワン前で止められてうえーってなっちゃうわけですよまあ今回はならなかったからよかったけど6位か、これトリプル聞けなかったら巨大強いぞ、これは強い。でもどこで使おうかな、やっぱり手前、ショートカット手前かな、振りそうだけど、おトゲゾウさんが言ったようですね、これでは誰だかわからんな。ふう、ここでキノコ出てくれば3打、ここで3打回避しちゃっても安泰なんですけどね。やばいな、サカヤの方が思いのほか遅れてるから、サンダーが振らなかった、被弾かなんかしたのかな。おお来た、2キノコ最強説、行行かな、これ行行来るかな、うん、キノコ使った後のサンダーだったらまあいいでしょう。あとはトゲゾウさんが来てくれれば全てが完璧。うーん、静かに待ってみるものの来ない、やばい、回避でいる。おい。で、ここで、アさんが抜かれる。で、3位。まあ。安泰な結果です。てか、3位多いな、さっきから。
さっきから3位多いな。で、儀式はこんな感じです。というわけで、じゃあ次コース行きましょうかね。